や。おお。どうすか。おいあんた、見かけねえ面だが何してんだ。お前に関係ないだろ。あるんだよそれが。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ。田村ってやつを探してんだ。はあ？田村ってあの情報屋みてえなやつか。さあな、探せばいるんじゃねえのか。そうか。じゃあ用はない。じゃあ。ちょっと待てよおっさん、なんで田村探してんだよ。ますます怪しいね。ちょっと顔貸してもらうぜ。嫌だと言ったら。じゃあ仕方ねえな。ちょっと痛い目にやってもらうぜ。おう。まいった。あんた何者なんだ。知らない方が身のため。お前の方こそ何やってんだ。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しいやつがいたら片っ端から声かけろって。そうなんだ。まあいい。ならお前この辺の情報屋の一人や二人知ってんだ。ええ、まあ今この辺で有名なやつは青木って記者だよ。劇場前の広場に今日もいた。分かった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。さんですか、堂島組の。そうだ、覚えていてくれたか。実は久しぶりに町に帰ってきてな。お勤めご苦労様でした。10年長かったですね。お前俺が無所に入ったの知ってたのか。そりゃ当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだったのか。ところで田村のやつはどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃない。記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。スターダスト？ああ天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなのか。
桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか？セレナってまだあるのか？セレナですか？ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか？ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来る時だけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この街じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか？他に聞きたいことはありますか？中道通りで何かあったのか？ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、東城会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。幹部？ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ？いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。まあ桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか？そうか、ありがとう、助かったよ。いえ、ああ、今後も田村さんほどじゃないですが、ネタは提供しますんで、いつでも来てください。